広島大学、文部科学省が実施している、スーパーグローバル大学事業のトップ型指定校であり、旧管理大学の一つでもある。筑波大学と共に、旧に分離外である。広島大学は、旧制広島分離科大学をはじめ広島地区に、所在していた、管理、国立の7校を、包括、さらに、広島私立の1校を併合して、1949年に、 新生大学として設置された。2004年4月に国立大学法人化、2006年4月には全部局の大学院講座化、大学院部局化完了を経て、現在では12の学部と11の研究科を設置した大学院大学となっている。略称としては前述の通り、広大、広大が用いられることが多い。ただし、広大の故障が通用するのは中、 四国地方を中心とした西日本に限られることが多く、東日本では、弘前大学、青森県を指す場合が多い、詳しくは、大学の略称を参照のこと。2006年度以降の学部入学生には、広島、ユニバーシティプログラムオブスプシファイドエジ a ケーション、n d s スタディ、通称、ヒプラスペクッツという教育プログラムが、 到達目標型の教育システムとして導入れ、成績評価も従来の優、良、か、不可に加え集が導入された。また、全学部の学生に対して、英語力の向上を図り、研究や就職に備える目的のため、TOEIC の受験を必須としている。各教育プログラムにおける、授業、講義、または、実習の一部は、2010年より、e い,いせ、 広島大学 Web 公開授業として、1回分、約90分程度の授業の様子が、Web 上から閲覧できるようになっており、入学希望者、受験生に対して、広島大学をより身近に感じてもらうことを目的としている。また、学力が優秀でありながら、経済的理由により大学進学が困難な、学生を支援するための、フェニックス小学制度がある、従来実施されていた。 成績優秀学生小学制度、広島大学エクセレント中電とスカラシップを変更。これは、新入生、学部生10名程度を対象にした、小学金制度であり、入試、栄養選抜の一部及び一般選抜前期日程において、優秀な成績を収めた学生に対て、小学金の給付、月額10万円、入学料の全額免除、 在学中の授業料全額免除というものである。ただし、在学期間中は、大学が定める成績基準を満たす必要がある。広島大学大学院に進学した場合は、小学生として継続支援を受けることができる。1874年、明治7年創立の白島学校を前進とする、広島市班学校、1902年。 明治35年創立の広島高等師範学校、1929年、昭和4年創立の広島分理科大学を含む、官立7校を包括、広島私立1校を併合して、1949年、昭和24年に、新生大学として設置され、さらに1953年、県立の広島医科大学を併合して医学部、病院部門を加え、 今日に至る体制がほぼ固まった。なお、本項目では、以上の経緯から、大学創立は、旧制大学が誕生した1929年、昭和4年、大学設立は、新制大学が誕生した1949年、昭和24年としている。2019年より、現在11ある研究科を四研究科に再編を、予定する大学院再編を開始。 2019年に先行して、統合生命科学研究科と異形科学研究科を設置。2020年4月には、人間社会科学研究科及び、先進理工系科学研究科の新設が決定した。教員組織として2016年4月1日に設置。教員の所属が、従来の研究科、研究員などから学術院に移行など。 21世紀 COE プログラムとして、下記5件のプロジェクトが採択された。グローバル COE プログラムとして、下記1件のプロジェクトが採択された。COE 形成プログラムとして、下記1件のプロジェクトが採択された。上記の COE に関連する採択プログラム以外で、これまでに広島大学で採択されたものは、以下の通りである。採択プログラムの種別ごとにまとめる。 学部新入生、留年、復学、編入生を含むを対象とした、オリエンテーションキャンプ、通称、オリキャンが模様されている。ただし、この行事は公認している学部とそうでない学部、自主開催があり、スタッフとして2年生以上の学部生が参加している。また、学部の公認行事となっている場合には、教員が参加する。広島大学では、現在3つの大学祭があり、 毎年11月に開催されている。法人本部もあるメインキャンパス。1982年から1995年の間に旧キャンパスから順次統合移転を完了。キャンパス建設前の一帯は山林に囲まれたブドウ畑や田畑と数個の農家が点在する場所であ。現在、キャンパス中央に広がるブドウ地は当時のブドウ畑にちなんで名付けられたものである。 なお、移転が決定した当時は、山陽本線最上駅から東広島キャンパスを経由して、東広島駅へ至る、新交通システム、モノレールの建設構想があった。当キャンパスの面積は249.2ヘクタールで、これは日本国内の大学の単一キャンパスとしては、筑波大学、筑波キャンパス257ヘクタールに次ぐ、有数の広さである。 このキャンパス内には大学創立50周年を記念して2003年に開館した広島大学佐竹メモリアルホールもある。音響設備やオーケストラピットを備えた多目的ホールである。茨城学系の部局などが所在するキャンパス。第二次世界大戦前の陸軍兵器市長の跡地、当時のレンガ造りの建物を模した医学資料館がキャンパス内に所在する。戦後、 県庁が一時置かれていた後に医学部、付属病院が移転してきたもので、かつては、正門前付近に、旧国鉄打ちな戦場大外機が存在していた。また、国立大学法人化までは、文部科学省大臣官房分教施設部、広島工事事務所もこのキャンパス内に置かれていた。付属施設である、広島大学病院の新しい以下、外来診療棟の建設が予定されている。 医派役の産学部6学科が揃っている単一キャンパスであり、広島大学ではチーム医療を学ぶ上で利便性のある環境であると謳っている。広島市中区にあるキャンパス。現在の東仙田キャンパスは、広島大学の前身にあたる広島文理科大学、広島高等師範学校の高地、申請以降後の旧、東仙田キャンパスの一部分にあたる、 移転前大学会館とグラウンド部分。他の部分は移転後、一部は市営東仙田公園に、残りは再開発予定地として現在さらち。最寄りの伝提は2001年まで、広島大学前という名称であったが、法人本部が東広島市へ移転し、一部の仏局のみが残ったため、実態に合わなくなり、日赤病院前に解消された。統合移転前の旧東仙田キャンパス。 本部跡地、現在の東仙田公園などの専門家理学部1号館に続く通りには、両側にフェニックスが植えられ、初大学長にちなんで森と道路と呼ばれていた。統合移転前の旧東仙田キャンパスには、大学本部、大学会館、図書館、体育館、総合科学部、旧教養部、法学部、経済学部、教育学部、旧学校教育学部を除く文学部、 理学部、付属小学校、付属中学校、付属高校などがあった。現在の東仙田キャンパスでは、旧大学会館の建物の一部が改装され、利用されている。一点を機に、この地には、様々な施設の建設計画が上がっている。まず、県立が、センターの候補地、2002年前後には、広島県庁舎移転の最有力候補地となった。 2003年にはここにサッカー専用スタジアムを建設しサンフレッチェ広島のホームスタジアムとする計画が上がった。しかし用地買収費の問題があり、双方ともにほぼ断念することとなった。かつての広大キャンパス、高知で現在は廃止されているもののうち、主要なものとしては以下がある、学部及びその分校が設置されていたものに限る、いずれも 広大の前身となった旧成功以来の歴史を持つものである。東千田キャンパスから南へ500メートルほど下った場所にあり、戦前は旧成広島工業専門学校及び旧成県立広島工業学校、現県立広島工業高等学校の校地で、申請以降後、広島高専の校地が工学部キャンパスとなり、 ついで隣接していた県立広島高校が現在の弟子を高知に転出するとその後地を取得して拡張された工学部の東広島キャンパスへの統合移転で大学キャンパスとしては廃止された後現在は千田公園として整備され広島県立図書館広島市中各スポーツセンター等が敷地内に立地しているまた東千田キャンパスから西へ200メートルにある一角は 戦前の山中高等女学校の高地で、申請以降後は、生運寮、男子寮、山中寮、女子寮、広島大学附属幼稚園などが所在していた土地である。現在は、日本赤十字社研修センター、仙田保育園などが立地している。広島大学附属篠の目小学校、同附属篠の目中学校の高地お及びその南隣のマンション、 広島高速2号線東雲津入り口が立地している一角は、戦前の広島市販学校、男子部の校地で、申請移行後それを継承した教育学部市の目分文校、その後、学校教育学部キャンパスの跡地である。学校教育学部の東広島キャンパスへの統合移転により、大学キャンパスとしては廃止され、現在では、上記の二付属校のみが残っている。 戦前の広島青年市範学校及び原爆で広島市内の高地が壊滅し、疎開してきた広島女子高等市範学校、同附属山中高等女学校の高地であった場所で、申請移行後は教育学部福山文庫及び水畜産学部、後生物生産学部キャンパスとなり、両社の東広島への統合移転により廃止された。現在では附属福山中、 高校の校地、校舎のみが存続している。戦前の旧制広島高等学校の校地であり、新生以降もそれを継承した広島大学教養部、現在の総合人間学部キャンパス、南文校となった。その後、東千田キャンパスに所在していた広島大学、附属中学校、高等学校が教養部との校地交換でこの地に移転して、大学のキャンパス、 文校としては廃止され、以来、両附属校のコーチとして、現在に至っている。戦前の広島市販学校女子部、広島県女子市販学校の更新のコーチで、新生以降後これを継承した広島大学教育学部三原文校となったが、上記の篠の目文校への統合により、大学キャンパス、文校とては廃止された、広島大学附属三原幼稚園。 小学校、中学校のコーチ、校舎のみが存続している。現在の医学部の前身である、県立広島医科大学のコーチで、同大学が広大に統合されて医学部、付属病院に改組され医学部キャンパスとなった後、上記の霞キャンパスに順次移転し、廃止された。総合科学部文学研究科教育学部、学校教育学部教育学研究科法学部、 経済学部社会科学研究科法務、研究科理学部理学研究科医学部私学部薬学部、保健学研究科工学部、工学研究科生物生産学部生物研、科学研究科先端物質科学研究科国際、協力研究科原爆放射線医科学研究所、教育開発国際協力研究センター、情報メディア、教育研究センター高等教育研究開発、センター、 放射光科学研究センターなのデバイスバイオ融合科学研究所先進機能物質研究センターひし研究センター宇宙科学センター国際センター北京研究センター付属図書館留学生が広島大学相撲部に入部したことがテレビ番組で取り上げられたのをきっかけとして映画ちゃんこが制作されて全国に上映された映画での大学名は東広島大学 当時の学長、副学長も出演した。主演の須藤厚子は、広島大学の名誉学生として検証されている。大学院教育学研究科では1992年より、ペスタロッチ教育賞を民主教育に貢献した、個人、団体に送っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。